坂上滝守は、平安時代初期から前期にかけての貴族。山と守る、坂上高洋の孫。小六以上、坂上氏勝の子。かには、十四位下、山と守る。幼い頃より、武芸に親しみキューバを習得するが、特に不者に優れた。人氏明朝の城は十年間とについて、左、この絵正ともに任ぜられる。設計で、不舎。 記者の双方をたびたび披露した。門徳町に入ると、忍寿年間初頭に、左この絵証言に昇進。門徳町末の最高四年中五一下二女爵氏、翌天安二年様之助に任せられるが、同年中に、宝器助、ついで、駿河助と地方官に転じた。生は朝に入っても、上岸二年に山城助、上岸四年正月に、武蔵助と地方官を歴任する。 同年2月に、右、兵衛健介に任せられて教官に服し、上岸8年15以上、右、この江少将に昇進する。上岸11年12月に、北九州地方を荒らす白木の海賊対策のために、太宰賞にお金、この江少将のまま太宰府敬語を担当する。敬語の任務に就くにあたって、滝守は、以下の通り要員の増強を総庫とし許されている。 上岸十四年打宰第二に昇格する。上岸十六年打宰不敬語の任を説かれて帰郷して、左この絵検証省に任ぜられ、清和町末の上岸十八年には、正五位下少女された。元行三年十四位下、仏守に助任されるが容認で勤め、翌元行四年、山と守として任国に赴任し、任地で没したとされる。元行五年十一月九日即居。 去年57、最終簡易は14位下行、山と守る。上岸年間に枯れた宮中の左近桜を根から生じた目から復活させたとの逸話がある。六国史による。ありがとうございます。